今日は中日ドラゴンズ2021年ドラフトでどこのポジションから補強をしていけばいいのかの話をしていこうと思います。オープン戦が始まり、シーズンに向けて戦力が整いつつあります。でも優勝するには戦力が足りないポジションが複数あります。では戦力が足りないポジションはどこから優先的にドラフトで補強をしていけばいいのかを考えていこうと思います。この動画を最後まで見ると今の中日ドラゴンズの戦力の足りないポジションが理解できて、ドラフトでどのタイプの選手を補強すればいいのかがわかります。また私のチャンネルは中日ドラゴンズの情報を発信していくので、皆様ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まず一番初めに補強したいポジションはホームランを打てる内野手、ホームランが打てる外野手、ホームランが打てる捕手です。要は年間ホームランが30本打てる選手が欲しいってことです。ホームランが打てるならポジションは別にどこでもいいです。2021年の中日ドラゴンズはオープン戦を見る限りホームランが打てる選手はとても少ないです。レギュラーでホームランが計算できる選手はビシエド選手ぐらいです。平田選手はホームランは打てなくはないですが、ホームランバッターではありません。どちらかというと打率を残す選手です。福田選手はホームラン打てるバッターですが、好不調の波が激しくて1年間安定して活躍できるかというと疑問が残ります。またここ2年間福田選手はホームランの数が減っています。高橋周平選手もホームランは打てなくはないのですが、1シーズン30本以上ホームラン打つのは厳しいと思います。1シーズン打っても15本ぐらいだと思っています。今季ホームランを期待したい選手は阿部俊樹選手ですね。2020年シーズンは15本のホームランを打ちました。打率は2割5分7厘とあまり高くはありませんが、広いバンテリンドームでホームラン15本打つのは立派だと思いますね。今季はなんとか最低でも20本以上のホームランを打ってほしいですね。打順は3番か5番を任したいですね。若手のホームランバッターといえば石川昂弥選手がいますが、まだ2年目で過度な期待はできませんが、4年後5年後もしかしたら中日ドラゴンズの4番を打ってホームラン35本以上打っている選手になっているかもしれませんね。それぐらいボールを遠くに飛ばす才能があります。若手選手と言われて将来ホームランが期待できる選手は石川昂弥選手のみです。捕手では入団3年目の石橋康太選手もいます。強打の選手ですが、ホームラン30本以上打つ選手にはならずに3割20本強肩の選手になると思っています。他にはあまり見当たりませんね。では2021年はどの選手以上ドラフト指名すればいいのか。まずは岐阜第一高校の坂口宇多選手ですね。大谷翔平選手のようなバッティングが期待できます。ポジションは一塁と外野手を兼任しています。でも野手で守るポジションが一塁のみは厳しいですね。一塁は外国人選手がよく守るポジションです。できれば高校生のうちに外野、センターかライト、内野ならサードを守れるようになってほしいですね。プロでは野手一本で挑戦すると言っています。坂口選手は2021年のドラフト会議で高校生ナンバーワンの評価を受けています。だから他球団も坂口選手をドラフト会議で1位指名する可能性は十分にあると思っています。もし坂口選手が中日ドラゴンズに入団をしたら、3番坂口と4番石川昂弥の地元クリーンアップを見る日が来るかもしれませんね。あと外野手なら前川右京選手ですね。左打ちで智弁学園では1年生から4番を打っています。身長は175センチとそこまで大きくはありませんが、バッティングのセンスが抜群にあるのであまり関係ないと思っています。でも坂口選手、前川右京選手は高校生です。決して即戦力ではありません。今年の阪神タイガーズの期待されている佐藤輝明選手のように即戦力のホームランバッターも欲しいですよね。即戦力のホームランバッターをドラフト1位で指名しようと中日ドラゴンズが方針を決めたなら、慶応大学の正木智也選手をドラフト1位で指名するかもしれませんね。右バッターで慶応大学では4番を打っています。今の中日ドラゴンズは1軍で右バッターでホームランを打てるのは平田選手、福田選手のベテラン2人と阿部俊樹選手のみです。だからここは即戦力の正木選手を1位で指名する可能性は十分にあると思っています。正木選手なら1年目から開幕1軍に入って戦力になってくれるかもしれませんね。また捕手なら準地元の県岐阜商の高木翔斗選手もいます。小学生の時には中日ドラゴンズジュニアの経験があります。強肩強打の捕手でホームランにも期待ができます。今季大野翔太選手は4年契約の4年目が終わります。活躍次第では大野翔太選手は強襲がとても厳しくなります。もし中日ドラゴンズを退団したら捕手の枠が一つ空くので、ぜひ高木翔斗選手を獲得をしてほしいですね。リードオフマンタイプの選手は今中日ドラゴンズには期待したい若手選手がたくさんいます。2021年ドラフト会議で野手を指名するなら極端ではありますが、ホームランを打てる選手のみ獲得してもいいと思っています。次に補強したいポジションは先発の左投手ですね。今の中日ドラゴンズの先発は去年沢村賞を獲得した大野雄大選手がいます。あと最低でも3年はエースとして働いてくれると思っています。でも3
年後、今の中日ドラゴンズに在籍をしていて、若手左投手でエースとして先発を任せていい選手は小笠原慎之介選手のみです。でも小笠原選手も怪我でなかなか戦力にはなれません。今シーズン小笠原選手はプロ6年目、そろそろケツに火がついて結果を欲しがる時期だと思っています。橋本選手、浜田選手は中継ぎとして期待したいですね。笠原選手は先発として期待をしたいですが、まだまだ調整不足だと思っています。だからドラフトで先発のできる左投手を獲得をする必要があると思っています。獲得候補としては大阪桐蔭の松浦圭斗選手の名前が挙がります。大阪桐蔭の左のエース、最速150キロのストレートを投げます。持ち球はストレート、スライダー、スプリットです。ドラフトで指名するなら1位で指名しないと獲得はできないでしょうね。松浦選手の詳しい情報はこのサムネの動画を見てください。北海高校の木村大成選手も素晴らしい選手ですね。ストレートは平均130キロ半ばです。でもスライダーはプロ級です。この鋭く変化するスライダーは高校生で打つのはとても難しいと思いますね。筑波大の佐藤俊介選手は私がおすすめしたい選手です。持ち球はストレート、スライダー、チェンジアップと少し持ち球は少ないですが、最速151キロのストレートとコーナーをつく素晴らしいコントロールが武器です。大崩れすることなく長いイニングを投げることができる選手だと思っています。でも佐藤選手もドラフト1位で指名しないと獲得はできません。また左投手を補強するなら今育成枠で面白い選手がいます。もしかしたらこのまま順調に成長をすれば今シーズン中に支配下登録はあるかもしれませんね。その選手は近藤蓮選手です。近藤選手のプロフィールを紹介します。投手背番号202、22歳、180センチ、87キロ、左投げ左打ち。2020年育成枠ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団をします。アマチュアの旧歴は方南高校札幌学院大です。キャンプ当時はそこまで期待はされていませんでしたが、でも対外試合が始まると6試合連続無失点のピッチングを見せてくれました。独自に動くムービングファーストにバッターは対応するのにすごく苦労していました。持ち球は最速148キロのストレートとカットボール、スライダー、カーブ、フォークボールです。まだ少しの結果しか出ていませんが、将来は中継ぎでの期待をしたいですね。今中日ドラゴンズは中継ぎで計算できるピッチャーは福選手のみです。もしかしたら調子が戻れば岡谷俊也選手も一軍で中継ぎで投げることはあるかもしれません。でも左の中継ぎは一人でも多い方がいいので近藤選手に期待をしたいですね。次補強したいポジションはリリーフの右投手ですね。今の中日ドラゴンズは祖父江選手、又吉選手、谷本選手、藤間選手とある程度右投げの中継ぎ投手はいますが、主力である祖父江選手、又吉選手、谷本選手の年齢が少し高くなっているんですよね。2020年のドラフト会議ではドラフト2位で日本体育大学の森博人選手を指名しましたが、まだ右の中継ぎは不足していると思っています。ではどんな選手を指名した方がいいのか。それは三菱自動車倉敷オーシャンズの広畑敦也選手です。広畑敦也選手は2021年社会人右投手ナンバーワンと言ってもいいでしょう。外角低めに投げるストレートはプロのバッターはなかなか対応するには厳しいと思います。三菱自動車倉敷オーシャンズでは先発リリーフとして投げていますが、僕は広畑選手がプロに挑戦をするなら先発よりもリリーフの方が適任だと思っています。リリーフなら1年目から50試合以上投げることができると思いますね。でも広畑選手もドラフト1位で指名しないと獲得はできません。もしかしたら2位で指名することはできるかもしれませんが、でも最低でも外れ1位でどこかの球団は指名をすると思っています。広畑選手の詳しい情報はこのサムネの動画を見てください。今日のまとめですね。2021年中日ドラゴンズはドラフトでどこのポジションから補強していけばいいのか。それはまずはホームランバッター、捕手、内野手、外野手、どこでもいいです。次は左投手で先発ができる選手、次は右投げのリリーフです。できれば即戦力の社会人大学生がいいと思います。今日の動画は以上です。また動画更新したら皆さん見てください。どうもありがとうございました。失礼します。